こんにちは、小笠原です。今回は参加数の決め方と参加数の定義をやっていきたいと思います。参加数っていうのは非常に便利でですね、増えると参加、減ると還元、これを知っておくとどれが参加されててどれが還元されたかが簡単に分かるようになります。例えば過酸化水素と SO2 二酸化硫黄が反応して硫酸ができる反応の場合、O はどうなっているかといいますと、過酸化水素の O がマイナス1からマイナス2になってます。酸化数が減ってます。減ってますので還元されたと。それから S ですね、二酸化硫黄の S は酸化数4から6に変わってます。これは酸化数が増えてますね。増えると酸化されたと。いうことになります。それから酸化剤、還元剤っていう考え方の時には、相手を酸化すると自分が還元されますから、こちらが酸化剤になる。それから還元剤は逆に、相手を還元するときに自分が酸化されますから、自分が酸化されたということは逆に還元剤になります。でこんなふうに酸化剤、還元剤、還元された、酸化されたを考えていくときに、この酸化数ってものが非常に便利ですので、今日はこれを決め方をしっかりと理解して、酸化数の定義にも触れていきたいと思います。まず決め方のルールの1番目なんですけれども、単体の酸化数は0になります。ちょっと周期表の形で書きましたけれども、 H の単体は H2 なので H20 ですね。金属の場合にはリチウムとかベリリウムとか0になる、全部0なんですね。でこれは N2、O2、F2 全部0です。貴ガスは単原子分子なのでこれ00になります。で同素体があってもオゾンの、O の酸化数も0、酸素の O の酸化数も0ということで、単体は全て酸化数は0という簡単なルールがあります。2番目のルールですね。化合物中の水素 H はプラス1、酸素 O はマイナス2になります。化合物です、単体ではないです。化合物ですね。例えば NH3 の H はプラス1、 NO2 の O はマイナス2、 HClO の H はプラス1、 O はマイナス2、 H2SO4 の H はプラス1、 O はマイナス2で、後でやりますけど、ここを基準に他の元素の酸化数を決めてきますので、これをまずしっかり頭に入れてほしいと思います。3番目のルールですけれども、化合物全体では各原子の酸化数の和が0になります。これと先ほどのことを使いますと、いろいろな原子の酸化数を決めていくことができます。例として今挙げたものをちょっと見てみますと、NH3 で全部足して0なんですね。で、H の方はプラス1が3つあります。ということは N はマイナス3でなければいけない。でマイナス3たすプラス3で0になります。この N はどうなりますか ?2、マイナス2が2つあります。だからマイナス4なんですね。こちらの N はプラス4でなければいけない。同じ N でも酸化数違うわけです。この Cl はいくつなんでしょうね。全部足して0です。プラス1とマイナス2と何かを足して0ということは、この Cl はプラス1でなければいけない。 H2SO4 ですね。 H2SO3 というのもありますけど、 H2SO4 にしましょう。 H2SO4 の場合、硫酸の場合ですね、プラスが1が2個あります。マイナス2が4あります。マイナス8プラス2ということは、この S はプラス6でなければいけない。こんな風に全部足して0と、先ほどの H がプラス1、O がマイナス2と言いますと、他の元素の酸化数を決めていくことができるわけです。はい、4番目のルールです。単原子イオンはその価数を酸化数とします。ですので、例えばカリウムイオン K プラスであれば、酸化数はプラス1ですね。で、Mg2 プラスであれば、酸化数はプラス2になります。アルミニウム3プラスであれば、酸化数はプラス3になります。こちらは2プラスですけど、こちらはプラス2と書きますから気をつけてください。3プラスに対して酸化数はプラス3になります。
こんな酸化物の場合どうなるか。これはアルミが酸化で O が2マイナス3つで2対3で釣り合ってるわけですね。これはプラス3になります。 Cu は Cu2O と CuO があります。これはどんなふうに考えればいいかっていうと O が2マイナスで決まりますから、これは1個の場合と2つの場合ですね。こちらは2プラスでなければいけない、こちらはプラスプラスでなければいけないので、 Cu2O の場合にはこの銅はプラス1、 CuO の場合にはこれはプラス2になります。 MnO2 の場合、マンガの価数知らなかったとしましても、 O が2マイナス2つありますので、これは4プラスだなと分かります。ですのでプラス4と決めることができます。酸化数の決め方で一番難しいのは多原子用の場合です。多原子用の場合が各原子の酸化数の合計がですね、そのイオンの価数になると、そういうイオンに価数になる、そのことから計算することになります。例えば硝酸イオンの場合には NO3 でマイナスなんですね。だからどう考えるかっていうと、 X とマイナス2が O がね3個あって、合計がマイナス1であると考えます。そうすると X はマイナス6でマイナス1ですから、移行しますと5ですね。 X はプラス5になります。はい、CO3 にマイナス、炭酸イオンの場合ですね。この場合では X たす O はマイナス2ですから、が3個でイコールがマイナス2と考えます。そうしますと、このマイナス6をこちらに移行して計算しますと、 X はプラス4というふうになるわけですね。リン酸イオンの場合、 PO4 3マイナスの場合、 X とこのマイナス2が4個あります。これが3マイナスなんですよ、マイナス3になります。ですので X はこのマイナス8を移行しますので、8-3で5ですね、プラス5となります。アンモニウムイオン NH4 の場合、今度はプラス1が4つで、合計もプラス1ということになりますので、この X はこの4を移行しますとマイナス3ですね。この N はマイナス3ということが分かります。硫酸水素イオン HSO4- の場合、H はプラス1です。 X 足します、 O のマイナス2が4つ、これイコールがマイナス1ですね。このマイナスがマイナス1になります。そうしますといくつですかね、移行するとこっちがプラス8、これマイナス1で移行します。そうしますとこの S はプラス6になると。多元子用が一番難しいんですけれども、まあ X と置いて計算して、答えがイコールでなく、そのイオンのこの価数ですね、この部分になりますので、こんな式になるわけです。イオン化合物の場合もいくつか見てみたいと思います。例えばリン酸カルシウムですね。これどうなってるかっていうと、カルシウムが3つ、 Ca は2プラスですね。 PO4 3マイナスが2個あるで、プラス6とマイナス3、電荷的には付き合っています。でここの P ですので、先ほどやったことになりますね。 PO4 で3マイナスになりますので、 X たすマイナス2かける4がマイナス3となりますので、この X はプラス5になる、こんな風になります。硝酸アンモニウム NH も NO3 の場合に、この N、最初の N と後ろの N が違うんですね。これは NH4 プラス NO3 マイナスになってますから、こちらの N とこちらの N は酸化数が違います。こちらを X、こちらを Y にしますと、 X たす、プラス1かける4がプラス1ですから、この X はマイナス3、こちらの Y の方は Y たすマイナス2かける3がマイナス1ですから、こちらの Y は移行するとプラス5と、こんな風になります。こちらの方は
アルミが3プラスですから、に対して SO42 マイナスが3つあります。こうなってるわけですね。でこの S ですので、これ X としますと X プラスマイナス2かける4がマイナス2って考えますから、この X はプラス6という形で、まあ、多元子量の形に持ち込んでしまえば先ほどの考え方が使えることになります。では酸化数を決めるときの例外を2つ紹介しておきます。例外はよく出るんですね。1つ目はですね、過酸化物中の O の酸化数が、マイナス1になります。マイナス1になります。過酸化水素の場合には H がプラス1、O がマイナス2だと困ってしまいます。全体が0にならないんですね。でこの場合に O がマイナス1になります。過酸化ナトリウムの場合にはこの O がマイナス1になります。それから電金制度の小さな金属ですね、陽性が強い金属になります。水素化物、水酸化物じゃなくてね、水素化物です。まあ、水素 H の酸化数はこれはマイナス1になります。 NaH の場合にはこちらが H がマイナス1がマイナス1ですね。したがってこのナトリウムの方はプラス1です。カルシウムの方はこれ2個ありますからプラス2になっている。これが例外になります。例外はよく出るということでしっかり押さえてほしいと思います。はい、では酸化数の定義を確認しておきましょう。意外と酸化数の求め方は知ってるんですけど、酸化数の定義分かってない人いますので、この機会に確認しておきたいと思います。まずですね、異なる原子間の結合をすべてこのイオン結合とみなすということなんですね。その時の各原子が持つ形式的な電荷、形式的な電荷を酸化数という、これが定義になります。でイオン結合のものはもうそのままでいいんですけれども、問題はね、この共有結合している場合なんですね。共有結合している化合物の場合に、その共有されている共有電子対、これは電気陰性度が大きい方の原子に引き付けられているんだと考える、これは酸化数の定義になります。この定義に従って水、過酸化水素をちょっと見てみたいと思います。そうしますと H と O は、まあ、異なる原子間なんですけれど、電気制度の手こちらの方に書きました。 O と H だと O の方が電気制度が大きいんですね。したがってこの共有電子対を全部 O が持ってるって考えます。ここも考えます。もともと非共有電子対もありますので、つまりこれをこんな風に考えるんですね。で H がプラス1、O がマイナス 2H がプラス、これが酸化数になりますけれども、これ H プラス O にマイナス H プラスとみなしているということになるんです。でこの定義に基づいてですね、過酸化水素を考えてみると O と H の間は O が持っています。で O と O は同じ原子ですから1個ずつ分け合う形になりますね。でこの O は価電子を7つ持っていることになります。こちらの O も O と H の間は O が持っています。そしてもともと持っている非共有電子対と共有電子対を1個だけ持っていることになりますので7つ価電子があります。そうするとこれは H プラス O マイナス O マイナス H プラスと考えますので、ここの H はプラス1なんですけど、この O が、マイナス1ですね。マイナス1プラス1と考えますので、定義に従うとこの O がマイナス1であるというのは別に例外でも何でもなく、普通に考えれば酸化数の定義に入れてあげればマイナス1になるわけなんです。で水素がナトリウムなんかですけれども、これはもう H マイナスって考えると、 Na と H ですね。 H の方が電気質が大きいのでこれ持ってますので、 Na プラス H マイナスとなりますからプラス1マイナス。 CaH2 も共有電子の方は全部水素側が持っている形になりますので、CA2 プラス H マイナス H マイナスの形ですので、この H はマイナス1ですね。というふうになるということになります。